はい、ウィリアム・ジェームズさんはですね、行動するきっかけを逃すなってるんですけども、この行動するきっかけってのは何でしょうね。なんかこう切り板になったら始めるとか、来年になったらやるとかね、来月から始めようとか、この仕事が段取りついたらとか、いろいろあると思うんですけども、なんかきっかけってね、例えば40から始めようと思ったところで、別に39から始めてもいいわけなんですよ。始めようかなと思ったんだけども、その会社を先延ばしする、まあある意味それはスケジュールだといえばそうなんですけども、まあけどね、今から始めればいいんじゃないかなと、少なくとも今宣言することはできるだろうみたいなことがね、様々あって、まあ私の場合はね、なんかこううまくいかないこともあるんですけども、50から始めようと思ったことを、まあ49の今日から始めようみたいな形で FX の専門コースを始めてみて、でまだね、これは本来の開始は令和5年の1月1日なんですけども、もう先行会員募集でね、今20名の方が入ってくださって、もう核を作ってるところですね。まあそういった感じで、行動するきっかけって、この年齢が来たからとか、日付が来たからとか、何かの記念日だからってことじゃなくて、むしろ逆に何もない今日だからことスタートしようかなとか、忙しい中にさらにかぶせてスタートの宣言をしてみようかなとかっていうところで、まあ、新しい自分に挑戦する扉が開くんじゃないかなと思いますけども、いかがですかね。それじゃあ本日は以上です。